皆さんこんにちは、前川由紀子です。今日は自立型社員、自立型というのは自分で立って自分で考えて自分で動き出す、そんな社員を育成する時のお話をしたいと思います。頑張ってるね、すごいね、なんか上から目線じゃないですか。頑張ってるねって言ったら人によっては言うわけです。いや頑張ってませんよ私。すごいね、いや別すごくないですよ、当たり前ですから、ね、これだと気持ちが届いてない。じゃあどうやってその気持ちを届ければいいのか、ね、というとよく言う言葉、聞いたことあると思います。言うメッセージ、アイメッセージです。アイメッセージというのを皆さん使ってみてください。アイメッセージって何か、主語が私なんです。すごいね、あなたすごいね、これは言うメッセージです。あなたがすごいだから。そうじゃなくてアイメッセージに変えるとどうなるか。あなたがそんなにすごいことをできるとは思わなかった、私それびっくりしたわ、あなたがそんなに頑張ってくれたから私すごく助かった、ね、あくまで自分の気持ちとして伝えてみると、あ、上から目線じゃなくてこの人確かに助かっとんやな、私が頑張ったことでこの人の手助けになったんやな、というふうに感情が相手の心に届くんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ皆さん自分の気持ちとしてメッセージを伝えるということを試していただきたいと思います。ただですね、ありがとうは伝えました、ね、あなたがすごくて頑張ってくれて私は本当に嬉しい、本当に助かってる、びっくりした、伝えたんです。ただそれで終わりでは仕方ない。しっかりとできないことはできるようにしてあげないといけない、導いてあげることが必要、叱るということが必要なんです。